僕一番見たのドラえもんの、うん、とのび太の、うん、大魔教。大魔教どんなやつ？え、あのヘビースモーカーズフォレストを探検しに、うん、アフリカの奥地まで行くやつ。何それ、ヘビースモーカーフォレスト。え、タバコ吸う？一つも見てないの。俺見てないよ、ドラえもんは。なんかさ、始まりは同じなのよ。スネ夫がピチクバチク、うん、いや今冒険する場所ねっつのみたいな、うんうん、俺らには冒険する場所なんてもう残されててんだそこでよのびちゃんとドラえもんよのびちゃん、うん、そこでドラえもんの出動よ、うん、こんな時じゃないと使えねえと。のびちゃんとトラちゃんであれば、うん、この夏休みの長い期間中に、うん、どこぞの世界の大魔教を見つけられるんじゃなかってか、はい、でのびちゃんが、うん、いやでもとか言ってるけど、うん、心の中ではドラちゃんならいけると。ああもう作ってくれるでしょ最悪ね。作れるのかな、まあ、最悪か最悪よで帰るときに、うん、汚ねえのライヌがうろついてうん大魔教系とかね、うん、薄汚いのライヌがいて。あ、大魔教じゃなく、うん、大魔教の方。大魔教の話をドラえもんにしに行く、うん、帰り道に、ああそういうことね、空き地に汚ね、うん、薄汚いのライヌによ、うん、ゴミみたいなやつ。それで、うん、のび太は帰るのよ家になんかすれやその犬に対していや別にそこまでしないでしょのび太は。そうか、出てくる意味ないべよその犬何のためにだよ。いや、あとあと、あー、いい意味が出てくる、意味がある。あ、そこは一回、うん、まずドラえもんと話すの先決だからと。なるほど。ちょっとイベント待ちだからごめんなって感じで、はい、優しい心は見せるんだ、うん、ドラえもんに。じゃあで帰ってドラえもんも、うん、ちょっとだるいから、うん、人工衛星飛ばすからあとよろしくって感じで、うん、担任だなじゃあアフリカあたり飛ばしとくから、うん、これで頑張って見つけてくれよ。まあ、タケコプターだぜ。まあ無理だと思うけどよ何そんな口悪いねドラえもん結構大魔教やる気ないんだよね、うん、全然ドラちゃん最初、うん、後半乗ってくるんだけど、うん、最初はまたかよみたいないつものザレ言かと、うん、結構しらけ白ドラが出てくる、うん、でその人工衛星でアフリカ流して写真めっちゃ出てくるんだけど、はい、のび太も早々に飽きてもうええわいのび太も適当だろで外に遊びに行って帰ってきたら、うん、汚い犬がおーおーもう見つけてるわけよ一枚。何を？ヘビースモーカーズフォレストあそこで出てくんだ一丁行ってみっかってなるわけ。面白いだろえ、そう、汚い犬のおかげか。じゃあそう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 、うーん、これ以上ネタバレになってしまうから言えないけどな。あー、でそっからもう大冒険、やる気のあるドラちゃん、うん、のびちゃんが出てくると。ところがよ、ジャイアン早々にやる気なくすんだよなあいつやる気なくしたら何の特技もねえだろ。ジャイアンが、うん、いや俺に、最初は俺に任せろと、うん、アフリカは危険なところある、しずかちゃんとにかく俺の後ろに隠れておいて、おマジでアフリカは危険がいっぱいだから、うん、お前らみたいな軟弱なひ弱なやつらは一瞬にも食われるから、ここは俺に任せろと、うん、でもうジャイアン探検隊出動みたいな感じで行くんだけど、うん、ことあるごとにジャイアンの暴力通じない脅威出てくるのねまあ所詮小学生だからなガラガラヘビとかあそっちそっち系か、チーターとかそういうやばいの出てきて、断るほどジャイアンの小学生の腕だとどうにもならんわけよ、うん、でドラえもんの道具で、うん、なんかのび太とかにドラえもんが道具化して、うん、そのジャイアンの危機を救ってやれよみたいな感じでしゃあねえなみたいな、はい、なんで上から目線それ連発したら、うん、ジャイアン拗ねちゃってだろうなだって散々偉そうなこと言ってるわけでしょ、俺の後ろに隠れてるみたいな、うん、でもドラえもんの道具で助けてもらってるのが、うん、3回繰り返されて、うん、こっちつまんねえわお帰るわ、おいつまんねえからこの冒険なんか静香ちゃんと吊り橋効果とかあるかと思ったけどないしよ、下心かよ結局。帰るわ俺で帰ったら夢で怒られて、うんうん、次の日やっぱ行くかってなんだよね。誰の夢よジャイアンの何しに来たジャイアンいや分かんないけど夢で、うん、叱られて、お前そんなもんかって叱られて、うん、あ、じゃあやっぱ行くわ。でも心がいつらドラえもんのポケット置いてけよ俺そんなことつまんねえから置いてけよあれ、そっ
っからあと見てくれよ映画を。あれリメイクされたんだっけ。どうなの大魔教、大魔教ドラえもんの最近リメイクされるじゃん。全然ドラえもんわかんないもん。なんでだろう、ドラえもんの映画って一個も見たことないんだよ。なんで、わかんない。嫌いないんかな、ドラえもんが。いや、アニメは見てたんだけど、うん、たまにだけど、映画はほんと見ないわ、ドラえもん。あ、そうなんだ。うん、で、面白いとは聞くのさ。ただ、大人になった今はどうだろうな。言うてやっぱり子供心を震わせる内容だから、擦れた中岡みたいな大人が見て果たして感動を得られるかというと、うん、厳しいもんがあるか。ジャズの感怪しい。ほいよ、なんか日本誕生の話。日本誕生はもう面白いよ、ドラえもんの。あ、ドラえもん、ドラえもんのび太の日本誕生はもう最高だよ。石器時代に、うん、また前スネ夫が最初ぐちゃぐちゃ言うんだよ。はい、ああ、土地ねえ、今の日本は。土地ねえ、土地ねえ、深いな。土地も、なんか誰かの土地だよ。うん、俺らにはこんな、空き地の、うん、なんか土管がある、いつもの空き地ぐらいの一角しか、うん、遊び場所がねえ、こんなとこで、野球でかっ飛ばすこともできねえし、しかし土地ねえや。うん、うん、そこだよ、のびちゃん。え、スネ夫もスネ何なんか散々のび太のことディスるけどさ、結構、なんか主要なウェイト置いてるよ。のびちゃんのびちゃんの頼りなんだよ。そこで大昔であれば、うん、はい、土地の所有者なんてものは存在しなかったわけだろ。そうね、まあ、人間が、日本人がいない大昔に行けば、うん、全ての土地が僕らのものじゃない。まあ所詮小学生だよ。のびちゃんにドラちゃん、はい。監督この話。それで大昔行くのよ。うん、惜しかったな、パイン二つまでできたんだけどな。石器時代まで行くと、それで飛んで面白い。まあでも見てほしいね、あの石器時代の暮らしが楽しめるし、やっぱロマンがあるよね、小学生5人で大昔に行って、うん、さあ一からここに国を作ろうみたいなさ、うん、じゃあいつものメンバーだけで生活するんだ。そう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 、へー、はい、君は農業大臣だからここの畑を作ろうみたいな、うん、そこが楽しいわけよ。シムシティみたく、その人それぞれの特性に合ったやつでいくんだ。え、なんだ、のび太だったらまず寝床作る係か。いや、のび太ね、もう何もやることないから、うん、お前適当なキメラの生き物作れって言われて。え、どういうこと。いや、何もやることないから、うん、ドラえもんが、うん、じゃあのび太くんはえ、ドラえもん発信なのそれ。え、結構酷だよね。ドラえもんは一番のび太の能力分かってるからね。うん、そっか。やっぱそこはやっぱのび太が一番できることは何かなって考えたときに、うん、ないっていう結論で、じゃあペットを作っとこうかって、寂しいから、はいはい、うん、僕らだけでは寂しいから、うん、そしたらのび太が案外そこで才能を発揮して、うん、なんか牛とかのペットを作れるやつを混ぜるんだよね。じゃあ牛とトラと道具のね、そう、うん、蛇とかを混ぜて、うん、ドラゴン作ろうかみたいな。あ、そこでのび太が才能発揮してペガサスとか作り出す。想像性があるんだ、その辺は。そう、そこが熱いわけよ。へえ。だ、一回のび太も、うん、なろうで言ったら、うん、まあ、追放系食らうわけよ。あ、何の能力もなくて、うん、どの大臣にもなれなかった僕ですが、はいはい、僕ですが神様に、なんとドラゴンとグリフォンと、うん、ペガサスを作って、うん、パーティーを見返しましたと。はい。そこに熱さがあるわけ。多分なろうの原点みたいな感じがある。ああ、そう言われたら、うん、何も使えないのび太だもんね、本来。そうですがみたいな、もうめちゃくちゃ熱いよね。うん、そこ擦り切れる方見たわ。そこはいい。で、それがきっとなんか役に立つわけ、その石器時代で。そうなのよ、ラストのラストでそれが助けに来てくれるのがまた熱いわけよ。それなかったらもうジャイアンとか肉じゃがスープになるところだった。悪いやつ。そうだよね、だって、あ、何、原始人的なのが出てくるのか。原始人も出てくるし、原始人の親玉が実はみたいなとこあんのさ。あらあらあら、それはちょっとネタバレになる、言われてるやつなんだけど。なんで名前あるのその時代に。ただ後半ね、うん、一点だけね、今の年になってもこれおかしいだろうと思うのが、うん、なんか吹雪の氷河のところまでボスを倒しに行くんだけど、うん、のび太だけはぐれて、う
氷点下マイナス20度の雪山の吹雪の中にほっぽり出されるわけよ、うん、はい。でドラえもんがそれ助けに行かないまず、うん、周りのみんな静香ちゃんとかを優先したわけだ。どこにいるか分かんないし、うん、まあそれよりもギガゾンビだろうと、うん、それおかしいな。まずのび太だろ。お前何のために見ないから来たの。なんとかのび太らなんとかするから一回ギガゾンビ行こうぜというわけでパーティーは先進んじゃうのよ、うん、そしたらのび太もう死ぬ寸前まで行かされるわけだろうな。氷点下20度だもんな。でも衣服だってさ多分あの、うん、あれでしょ、動物の皮一枚着てるとかそんなレベルでしょ。そう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 、うん、でも死ぬギリギリまで行ったら、うん、あの未来からタイムパトロール、うん、22世紀のドラえもんの世界から、はい、タイムパトロールの職員が、うん、その助けに来るんだよね。助けに来ると通りがかるんだよね。あ、偶然こんなところに少年が倒れてるぞと、うん、吹雪のど真ん中に、うん、現地人じゃないの。一回応急処置してくれるんだよ。なんでよ。そう、いやもう倒れてたから栄養補給とかで、うん、この栄養補給注入器を使えば大丈夫だと。ごつごしすぎだ。その後放置してそいつらもギガゾンビのところ行くのがちょっと消せなかったんだよね。なんでそいつらもギガゾンビ助けてくれよと思うじゃん、うん、だって小学生がいきなりさ、うん、この大昔の日本のさ吹雪のど真ん中にさ、うん、寝て倒れてるっていう超異常事態じゃん、うん、でも放置なんだよな。あれなんで放置されたんだろうな、のび太。それ何もわからないな。仮にさ条約でその時代の人と接触しちゃダメとかっていうのがあれば、うん、助けないのもわかるけどさ、うん、栄養剤飲ませてるわけでしょ、うん、じゃあその時点でもう接触してるよ、ね、なんだったらのび太が21世紀から来たのもわかってるからタイムパトロールの職員をだからなんで放置していくかなと思ってさ、うん、てかまずドラえもんたちも戻ってこいよと思うしさ、うん、仲間じゃないんかい。まあそうだ、やっぱ追放系なんだな。役に立たないから役にワンチャンそこで亡き者にってやつか。あまりにひどすぎる。七不思議だわ。乗せてってくれてもいいのにな。ひでえな。まあ未来から来たからもう全部な時間流れ知ってるから、うん、ここで放置してても生き残るって分かってたのかもしれない。もしかするとそこまで綺麗に残ってんだ情報が。そこでのび太を放置してものび太死にませんと、うん、え、じゃあギガゾンビ行かなくていいじゃん。分かってんだからどうなの。ギガゾンビに行かないと倒せないのか。そう、ギガゾンビに行くのは生死だす。なるほど、ね、ここでのび太を放置するのも生死に組み込まれてるから、うん、はい、もう時間の奴隷よ。未来から来たタイムパトロールはだ少年を助けたいけれども、うん、助けたタイムパラドックスが起きるからこれ泣く泣くそれ以上はじゃあ伸びた捨てていくかってなったのかもしれないし多分きっとそっちなんだろうな。あ、うん、捨てるのが生死ですよってみんなで言って、ね、え、でも死にますよこの子、うん、いやここ見捨てるのが正解だからワンちゃん生きるんだと絶対生きるからこいつ、うん、何やっても我々が手を下さない限りは大丈夫と。そう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 何やっても生きるから、うん、運命の防御でガッチリ守られてから大丈夫大丈夫、放置していこう。主人公補正だな、うん、じゃないかね。はあ。そう聞くとめっちゃ見たくなる。面白いよその辺のシーンを今のを踏まえて割とそのまんま出てくるぜ。嘘ついてないよ僕。そのまんまのシーン出てくるよ。マイナス20度いいね。いやお、すごいじゃん。いいとこ来たぜ中ちゃん、うん、こっから真剣だな。うん、うわ深海のやつも面白かったわ。ドラえもん？ドラえもんの海底祈願場。知らない海底祈願場。わかんない。めっちゃ面白いよ、海底祈願場。祈願場どんなやつだ？あの、海底で、うん、またね、スネ夫がね。今3本聞いたけど、全部スネ夫発信なのよ。大体スネ夫狂言回すだろ。もう、そんな、スネ夫がジャイアンなのよ。うんうん。のび太なんもやんないんだ。スネ夫がなんか、え？あれ、ちょっとうろ覚えだな。ジャイアンが、うん、とスネ夫が、海なんてフリーだろ、んな紫外線で肌焼くだけで。そこでお前皮膚がになろうとしてるところ、わざわざ行くかね。山こそが大正義よと。夏休みみんなどっか行こうって話してんだよ。はい、で、静香ちゃんと、のび太が、うん、海よと。やっぱ海がいいわよと。水着が見たいし。うん。
そしたらスネオたちはもう山行きたいし、うん、のび太たちは海行きたい、うん、そしてのび太家帰って、うん、なんか海行きたいけど、うん、紫外線がとか言い出したら、うん、ドラえもんがいや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 海底に行けばいいじゃないだろ、だって海底だったら紫外線とか関係ないから光も届かないけどな。しかもよ、海底には山もあんのよ。どういうことだ、ドラえもん。渓谷的な。あのね、うん、海底って平らじゃねえのもう、はい、うん、山とかあるわけ、うん、でも海底に行けば、うん、海も山も楽しめる上に、うん、静香ちゃんの悩みの紫外線も全部 UV カットするわけよ、はい、これ行くっきゃないだろえ、ドラえもんバカなのかでもその回のドラえもんはバカだった。おー、適応灯って言って、うん、24時間しか効かないんだけど、うん、24時間の間深海でも空気が吸えるし、うん、水圧とかでも全然大丈夫になる、うん、未来の道具あるんだけど、おー、はい、それかますんだよね、うん、それかまして、うん、で23時間ぐらいしたら気づいたら深海で、うん、ジャイアントスがどっか行ってんのよ車に乗って紐つけとけなんで車よ深海だぞいや深海の走る車をまたのび太がドラえもんが出しちゃったのが原因で、そういうのあるんだね。どっか行っちゃうわけよ、うん、でジャイアントスネオは適応灯の説明を聞いてないわけ。あ、でもずっと続くと思ってんだ説明書渡してないからさ、渡さないだろ。ドラえもん最初に説明せよ道具のよ、それ未来条約とかでないのかそれ説明書渡してれば事故は防げたのよ、うん、23時間の段階で、うん、え、じゃあドラえもん今ジャイアンたちどこにいんの、うん、だいたい1000キロぐらい先かなみたいなえ、じゃあそれ1時間じゃ追いつかない絶望の距離だろじゃあジャイアンたちどうなんだったら、うん、適応灯切れたら死ぬよね。水圧でな、水圧だしも空気もないかないから、うん、即死だわっつって、うん、いやいやいや、ドラえもんいい加減せよ。いや、くっちゃべったらね、助けに行きようって。助けに行こうって。お、ちょ、じゃあタッグオプターで追っかけてみっか、うん、いや、どこでもドア使える距離分かってんだからどこでも上置いてきちゃったな。うん役に立ったね陸地に置いてきちゃったよ、うん、どこでもドア。で、タッグオプターでちまちま行くのか。ちまちま行って、うん、で、大体24時間経って全然追いつかないわけ。おー、うん、タキコプターも壊れるし水圧でおい、どうすんだよこれみたいな、うん、でも静かには優しいでしょ、うん、いや、ドラちゃんのせいじゃないわ。いや、ドラえもんだもん。これみんなが悪かったのよみたいな感じで静かちゃんが抑えようとするんだけど、うん、ジャイアンたちの死を痛み尽くしましょうみたいな。もうそこでもう亡くなった前提なのなくなってるじゃん普通に考えたらいや、ワンチャンなんかあるかなと。そしたらドラえもんが、うん、あ、やっべ、うん、取り寄せバッグで地上のどこでもドア持ってくればすぐだったわ、うん、やっべ、死んだ後に気づいた24時間後。もっと考え張り巡る。のび太がブチ切れて、うん、死ねお前っつって追っかけるんだよ、うん、死んでお詫びしろと、うん、ドラえもんにね。そこ面白かったわ。でも許せなかったけどね、のび太マジで熱い男だからさ、うん、お前ジャイアンたちのために死んでお詫びしろやん。でもいつもボコボコにされて恨み持ってるんじゃないんだ。伸びて優しいからね、大丈夫、いくらボコられても。そう、もっと早く気づけよこのポンコツロボットがそこで一回パーティー全員キレ気味で、うん、解散しそうになるんだよ、はい、でもなぜかジャイアンたちは生きている、ご安心を。そこがなんだ、深海そうだから。またそこね、深海のまた世界の深みにはまっていくわけなんですよ。見てほしいな。めっちゃ面白そう。静香ちゃんなんか言ってた。いや、もう伸びたドラえもん壊すっていう殺意を、うん、もうはためから呆然としてみてたね。あ、もうこれダメだと、このロボットは。うん、まあ、静香ちゃんが何言っても今度静香ちゃんに敵意が向くかもしれないしな黙れお前がもう先になんか気づいてればよかったんだぞみたいな責任転嫁するかもしれないね。まあ説明しとかないとやっぱダメだよね、道具のね、うん、これ24時間で消えるって言っとけばダメだったな。あいつらもうどっか1000キロも先まで行かなくて済んだ。そうてか、もう一回適応灯を浴びてくか持ってくかしたなりしたはず。あ、適応灯ってその光的な灯か、ライトみたいなやつ当てるのよ。それ複数個出して渡しとけやな。いや、メロンまで行くんだけど失敗だな。
ちゃったよ今日。最高得点2500か。うん、そろそろ中ちゃんガチかね。わかった、あー行こうぜ。準備運動しとくわ。トラビアンナイトは面白いよ中ちゃん。それちょっとアラジンの世界、アラジン大好きでしょ、うん、トラビアンナイトはもうガチおもろだよ。それはどういう導入なんか絵本入り込み靴って知ってる？わかんない。絵本入り込み靴知らない？うん、あのそのまま絵本に入り込んで、うん、絵本の中の世界を味わえる。ああ、はい、うん、そしたら静香ちゃんとのび太が、うん、アラジンの世界に入って、うーん、でのび太が静香ちゃんを置いて出てくるんだよねいきなり不穏なんだけどなんで置いてった。静香ちゃんが、うん、まあ、事故で、うん、アラビアンナイトの世界に、うん、絵本の中の世界に、はい、取り残されてるんだよ。あでこれ気づかない間に、うん、気づけばもうすぐにまた絵本入り込み口でドラえもん助けに行ったんだけど、うん、またそこでのび太の点数が0点だから、うん、タマコが怒ってよ。お母さん、うん、まあ、勉強しないでこんな絵本ばっか見てっから0点とかいうカスみたいな頭なんだろうっつって、うん、絵本全部焼いちゃうのよ。焼くのはい、ちゃんちゃんと、はい、もう静香ちゃんジエンドでしょ、もう絶対出てこれないねと、うん、そこからよ、うん、面白いのは。あーちょっと分かった気するな。何？タイムマシン。うわその通り、うん、実際に絵本の中の世界は、うん、実際これ史実だから、うん、これもしかしてアラビアンナイトの世界ってタイムマシンで遡れば入れんじゃねえのみたいなアラビアンナイトは史実じゃねえだろおめえの読んでる絵本はよ、所詮絵本なんだからまあ、冷静に考えればそうなんだそこはこじつけよドラの。ああじゃないのって言えばじゃあないのかってなるよ、うん、世界はドラえもんの世界なんだから言ったこと真実ライトとか持ってんだろどうせでそうだねっつって、うん、じゃあみんなでちょっとアラビア風のルックして、うん、一丁行く。ああアラビアの世界、はい、おもろいよその時おもろいぜに助けるのに意気込んでいけ静香ちゃん何したらで言うと、うん、奴隷商人みたいな悪い奴隷商人に鎖で砂漠連れられてるの、うん、地獄一緒に見に行こうって言われたがためにドラたちは、うん、なんか商人からでっかい船買って、うん、地中海悠々自適の航海を楽しい。静香ちゃんは砂漠歩かされてるもう結構無理だな静香ちゃん一番かわいそうだわあれうせなんか奴隷みたいなことずっとなってんだ。そうかわいそうになんか奴隷商人にオアシスで裸とか見られそうになったり、うん、もうあらゆるかわいそうが詰まってた静香ちゃんのひてえな。でその間あれだべ、のび太とかキャッキャキャッキャ言って海楽しいなとか言ってんでしょ途中はねその後はやっぱ血も涙もね、失敗してやっぱりポケットなくなるけどねポケットなくなると途端に窮地に陥るからあいつらほんと全部あのなんだ考えが足りないんだよなまあのび太たちは小学生だからしゃあないよ、うん、ドラえもんよ。ロボットだなあいつ。毎回死の危険に持ってく、うん、ドラえもんがやっぱり責任重大なわけよ、うん、小学生なんだから。そうよ、言って小学5年生でさ、そこまで考えろって無理でしょ。うん、やっぱドラえもんだよね。ドラえもん死神なの実は。ドラえもんやっぱそなんかね、昔の事故がなんかでちょっと出来悪くなっちゃったんだろうな、うん、なんかネズミに耳かじられたとか、うん、まあでもさ、完璧なドラえもんだったらそれはそれで面白くないわけよそうか適応灯を出した時によ、うん、これ24時間で、はい、適応とは切れますから、す、大体そうな、まあ、安全率考えて12時間ぐらい前に1回まあ当てといて、うん、もしそこでダメだったらまあ1時間おきに点呼とかするから、はい、まあ、体調管理もしっかり、うん、危ないところにはもうお世話つけないんでと、はい、スペアポケットも今増えるミラーで10個ぐらい増やしといたから、うんはい、まあ、次の大長編までには世界の至る所の穴の中掘ったら、うん、スペアポケットが出てくるようにしたか、あるから、うん、次からはどこでスペアポケットを紛失しても地面を掘れば安全ですとかやられてもつまんないでしょつまんないねで誰かに掘られても、うん、あの
あの安全装置かかってて、誰も使えないようになってる、指紋認証かかってるんで、スライドロックしないと開かないようになってますんで。あ、どら焼きはいりません、僕その甘いの嫌いなんで。俺なら即ぶっ壊すな。優秀なドラえもんだとね、話が進まない、うん、いやポンコツぐらいがちょうどいいんだ。そうこの面白さを生むんだ。いいわ、なかなかドラえもん話好きだわ。パイナップル別れは良くないな。あーこれね、盤面ね、うん、あまりだな、ちょっとまずってんじゃん。パラレル最有機はね、僕ちょっとあんまり異端だと思ってるから。あれだけ確かさ、藤子 F 不二雄が、あれ藤子 F 不二雄監修してなかったんじゃなかったっけな、パラレル最有機って。そういうのがあるんだ。いつもね、藤子 F 不二雄の漫画版から大長編ってスタートしてたんだよね、うんうん、先に漫画版が来んのよ、コロコロだかボンボンに乗る、はいはい、その漫画版から映画に起こすんだけど、パラレル最有機って映画から漫画に起こしたはず。逆ってことか。そう、へえ。だから僕的にはあんまり静止扱いしてないよ、うん、パラレル最優機。面白いことは面白い、面白いんだけど、のび太人殺しするから僕的にあんまり。え、牛魔王を殺しちゃうからさ、単純に如意棒で。マジで、うん、それ良くなくない。牛魔王が人かどうかちょっと怪しいけど、完全に人っぽく見えるんだよな僕には。うん、ちょっとね、殺伐としてて。のび太やっちゃうんだ、うん、やっちゃうわけよ。なんか今ちょっとショックだな、のび太。でもやらなきゃやられるところまでは行ったからね。まあ正当防衛だけどね。それでも小学生だぞ。なんで如意棒でしかも倒せるの。最勇気だからじゃない。言って如意棒ただの棒だぞ。どんな出力かましたらそれ人貫けるぐらい。めっちゃでかくなってたよ、ボイーンって。直径3メートルぐらいだった、如意棒が。太さが、うん。圧死するな、それな。いや、ギラーミンと戦った時はね、宇宙開拓者、なんか宇宙一の死神と、うん、あのび太が、うん、拳銃の撃ち合い、早抜き、はいはいはい、もうガチの殺し合い。のび太はだって早いんだもんね。早い、相手でも宇宙一の殺し屋、ギラーミンって呼ばれている。もう右に出るものはいない。射撃センスではきついだろう。そしたらのび太ショック感で勝っちゃうんだよな。しかも気絶だよのび太。あ、相手実銃だよ。相手実銃、うん、こっちショック感、ショック感ない、気絶させるだけ、ビリビリってなるだけ、うん、それで圧倒的に勝っちゃってな、うん、それ宇宙舐めすぎだよね、うん。てか明日からのギラーミンの食気になるような。え、小学生に負けたのってなんだ。なるなる。しかもお前は実銃使って何、向こうは気絶銃、麻酔銃みたいな、おもちゃ使って負けたの。で明日からのギラーミンの食の斡旋、すごく気になった昔。明日どうやって来てくんだろうなこいつ。髪長いし。髪長い。特徴、髪邪魔で打つの見えなかったのかな。一生擦られるだろうな。え、お前小学生に負けたんだろう。ギラーミンさん、何がギラーミンよ。小学生負けた。かわいそうだ。名前変えろって言われるな。ラビユー It's easy cause you're beautiful Make it love you It's your